はい、皆さんこんにちは。今回はですね、大昔に作った RG のキャスバルガンダムですね、RX78CA 出てまいりましたのでね、おもちゃ倉庫ひっくり返しが出てきましたよ。皆さんにご紹介できればと思って、撮っておりますよ。はい、一応ねこれ全塗装しております。塗装した後にね、ドライブラシ墨入れなどしてね仕上げたんですがね、はい、ですね、まあ成型色とほぼほぼ変わらない感じで調色してしまったのでねちょっとアップとかで見ると分かると思うんですけど、塗装してるのね、はい、分かりますかね。ここら辺ちょっとこうちょっと暗くなってこうね汚れた感じに気合い入れて撮ってましたね、昔はね今気合い入れてないわけじゃないですよ、はい、いやちょっと制作スペースが早すぎますんでねこれ多分ね1週間ほどかけて塗装したと記憶しております。はい、そしてコアファイターもね一応こういう配色なのかどうかわかんないですけどね、そのガンダム、シャア専用ガンダムですね、キャスバル専用ですかね、まあ、こういう配色かわかんないですけど、まあ、ランナーがこういう配色だったので、ね、こんな感じに、塗っております。はい、まあ、これも一応完全ね変形、RG ですもんね、いたしますよと、なんか、はい、塗装してるのでクリアランスがちょっと、ね、きついというかね、まあ、動きにくい感じがしますね。まあ後でしましょう。パキって割れたら怖いんでね、まあ、こんな感じでね、そしてバズーカーですね。シャアっていうとね、なんかバズーカのようになりますね。バズーカのゴムを足して飾らそうかなと思ってました。はい、ビームライフルもね、なかなかでね、ラック、シールドの裏に、ね、つけれますんでね。はい、そして、普通の RG との違いはね、ここの十字が、はい、ないというね、はい、ついてないという。まあ、十字ついてるやつもね、パーツとしてね、ありました。はい、こんな感じについてたんですけど、まあ、こちらの方がいいかなと思いまして、こちらチョイスして作っております。そしてね、ここですね、ここ何もないんですけどね、ゲームね、ワンダースワンズなんかのゲームで出てたここに丸い何かモールドみたいなついてたような記憶があるんですけどね、説明書ではねこの V 字のないパターンを使ってくださいと、まあ、パーツがね2つ入ってましてそんな感じになっておりました。これプレミアムバンダイさんから昔発売されてたやつなんでね、勝手に作ったわけじゃないですよでここら辺のね、これシールなんですけどね、デカールは専用のものがありませんでしたのでシールでやっておりますけども、まあ、シール目立たないようにね、うまいこと加工してやっておりますよ。はい、うまいこと加工っていうのはね、スレイブレースの陸戦型ガンダムですね、シールの段差を目立たなくする方法みたいなね、私の、再生リストはちょっと分かんないですけど、人気の動画みたいな感じでね、検索していただけるとね、私のチャンネルページですね、はい、上から、30番目か40番目ぐらいに出てきますので、ね、そちらを見ていただけるとどういう風にして段差消してるかっていうのも分かりますので、ぜひ、はい、見てみてください。シールはめるとね、シールが貼るとなんか浮いておかしくなるっていう方はね、ぜひやってみてください。はい、まああとは別にね、普通の RG ガンダムと一緒ですかね。あとはこんな感じになっております。一応これRG ですんでね、こことここが色違ったりねするんですけどね、まあ、ここ浮いてきてますね、シールね。あ、もうね、だいぶ年月経ってますんで浮いてきたとこちょっとカッターで処理しましょうか、せっかくなんで、はい、カッターの刃っていうのも製造出てますんでね、カッターの刃でこうやってなぞるとね、浮きがなくなるでしょ、はい、なんで平面出すときはね、このカッターの刃の、ね、横をこうやるとかなりしやすいですね。普通に手でやるよりは収まりがね、一瞬で収まりますので、皆さんもやってみてはどうでしょうかということでね。そして今その RG のね、コアファイター、これですね、これを改造して、制作中のガンダムですね、オリジンガンダム
はい、まだ首作っておりませんけどね、はい、まあ、こちら側もねこんな感じで入っておりますのでね、これもまだね見たことないよっていう方はね、オリジンガンダムね、オリジンかな、オリジンガンダムか分かりませんけどね、再生リスト分けしておりますのでね、見ていただければなと思います。はい、あ、そしてねこれこっちの話ちょっとね、コメント返しのねちょっとやらさせていただくと、磁石でやればいいんじゃないですかっていう話をいただいたんですけど、磁石だとねこう私が言ってるこう前にこう体をねこう前にやった時に磁石でやってるともうパキンって戻ってしまうと思うので、ここら辺動くようにって考えて磁石を使っておりません。私磁石大好きですのでね、はい、お人形で言うとね、こういう、アムロさんがジャブローで勝手に使った自分みたいなね、47番機ね、はい、のシールドとかのこの磁石使っておりますよ、はい、ね、はい、磁石大好きですのでね、はい、本当は使いたいんですけどね、この稼働を考えるとねちょっと厳しいかなと思いまして、今回は圧でね、摩擦抵抗でやっております。あと何か言おうと思ったね、思い出しました。目の前用意しました。キャスバル専用というとね、今回、改造ね、一応改造終わらした状態がこれなんですよね、プロポーション回収終わらしましたって言ってね、シャア専用、リクドもね、まあ、これシャア専用じゃなくなるんですけどね、色ノーマルカラーで塗りますので、ね、まあ、せっかくなのでね、こういう共演というかね、はい、トムとガンダム共演ということでね、はい、皆さんにね、映像として残して見ていただければと。もうすぐこれ紫と黒になりますんでね黒じゃないんですよね本当は。まあ、ここら辺のね、ちっちゃいというかね、モールドとかもねものすごくこう RG 独特のねモールドが入っててかっこいいなと思います。そしてねこのバックパックかっこいいなと思いますんでね、RG のね先ほどもお見せしました、こちらですね、改造して他の RG パーツ余ってますんで、それも利用して何かできればなと思っております。はい、まあこの RG で言うとね、この大馬さんみたいなね、あっちのひずめみたいになってるね、イメージ的にね、なってるところがすごくね特徴的なのかなと思いますね。はい、今だとねこういうオリジンみたいな、こういう同じような形ですけどちょっと大きくなってね、はい、まあ、とりあえず時代の流れを感じますね。はい、可動もねほぼほぼね、こういう感じでつま先こうやって動いたりとかね、しますので。そしてオリジンガンダムの方が優秀だなと思うのがこのアンクルガードですね、ここがこうね横に動くと。また機会があればね、私家に置いて改造して家に置いてるやつねお見せしようと思うんですよね、こっちのタイプね、普通に挟み込みこういうタイプでね、ここに、軸をねもう一本、ポリキャップを利用してね、作って、こっちのバージョンですがこう横に、ね、動くようにしたという改造もしてあるのありますので、また機会がある時に皆さんにお見せできればなという感じです。はい、そしてね、なぜジムを出してきたかというとね、本日4月6日に撮影して4月6日にね、投稿いたしますのでね、なので急遽差し替えでこれ撮ってるんですね。なのでね、ジムの日ということでジムも出しとこうかなみたいな感じでございますよ。はい、またね、ジムも私ね、両さん方はジムも好きなのでね、来年のジムの日ね、間に合うように何か改造したジムをね、出せるようにと思っておりますので、末永くよろしくお願いいたしますという感じでございますね。はい、今日ね、お店に来たら店長がね、今日ジムの日ですけど何か用意しますかって言われてね、はみたいなね、はい、今日何日みたいな、4月6日でジムの日なんでやねんみたいな話をしながらね先ほど打ち合わせ終わらしてねやっております。はい、
まあ、こうやって並べてみてもね、全然 RG 遜色ないというかね、昔のだいぶ昔の切ったんですけどね、全然スタイル遜色ないように見えますね。赤いカラーですからね、よくわかんないですけどね。まあ、ノーマルカラーで RG 作ったことないんでですね、まあ機械はよくはない。一応ね、ストックでもう1台 RG のノーマルガンダムですね、所持しておりますので、そちらもね、作ろうかな、パーツどうにしようかなみたいな感じなんですけどね。まあまあ、あのコアファイターもね、プレゼントいただいたものがありますのでね、パーツどうにしなくても良さそうなので、作ってみようかなと思っておりますので、ね。もし動画アップしたら見ていただきたいです。今回は過去作ですね、過去作の RG ガンダム、プレミアムバンダイさんから発売されていたでいいんですかね、今してるのかどうかちょっとわかんないですけどね、キャスバル専用ガンダムですね、 RG のご紹介でした。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方よろしければね、ただいまサブチャンネルでゲーム実況やっております。そしてね、もう一つお知らせがありましてね、シルバーアックス、これラジコンなんですかね、ラジコンの部品を、ね、作る部門みたいな、ね、お店の部門みたいな、まあちょっと前からやっとるんですけどね、それの正式ツイッターアカウントができましたので、はい、ぜひね、見ていただけたらと、フォローしていただけたらと。ただ商業アカウントですね、こちらからフォローをお返しするということはね、できないというかね、やらないようにしてますのでねよろしくお願いいたします。フォローだけでもよろしくお願いしますみたいなね感じで、概要欄に貼れたら貼っときますのでよろしくお願いします。そして私のね、たい焼き食べたいのをツイッターの方にね、で、リツイート、そちらでね、アップしたのをリツイートしたりとか、私のお題食べたいのを、シルバーアクス関連の動画をリツイートしたりとかね、しますので、そちらの方でね、見かけたらぜひ、フォローいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは、さよなら。